マクサンス・カロンは、フランスの作家、哲学者、アカデミー・フランセーズ賞受賞者である。1999年に、哲学の教授資格取得、2003年に、文学博士。また、セール社から、哲学史研究手帳というコレクションを創設し、観光の際に編集長を手掛ける。文学作品、ドイツ思想やアウグスティヌス、また文学的要素を多く含む、 哲学体系に関する著作多数。ヘーゲルやハイデッカーについての彼の研究はベルナール・マビーユやジャン・フランソワ・マルケによって称賛された。雑誌ラネフの共同執筆者であり、同時に複数の雑誌や新聞にも参加している。また、週刊雑誌ル・ポアンのキリスト教についての増刊号の大部分の記事を手掛けた。彼は音楽家、ピアニスト、音楽学者でもあり、 デュエイユや、セルジー、パリなどの地域県立音楽院で免許を取得している。セル社のウェブサイト参照。虜になる、心理哲学について参照。存在と同一のベルナール・マビーユによる、序文参照。ハイデッパー存在の思想と主観性の起源の、ジャン・フランソワ・マルケによる、序文参照セギエト・セールの作者作品参照。ありがとうございます。